ね、そういう形で、まあ、どっちかわからんぐらいになったら、ね、まあ、そうなんですよ。目の表面の角膜炎も、ちょっと私にはわからないんですけど、白身がこんだけ真っ白になってるからさ、うん、でもすごい薄くなってる。じゃあこのパピテインとあの、うん、それまだ5種類トブラシンはね、はい、続けてください。はい、その間にこのことやろう。あの陰部の包茎の方はどうです？あのあれにはつかないんですけど。つかないですか？で、あのちょっと困るときにどうしてもあの布団の上で生活、ベッドの上っていうんですか、はい、布団は取ってるんですけど、ベッドの上でそんなに柔らかいベッドではないんですけど、ええ、結構過ごしてるので、ええ、やっぱりおしっこだいぶ抵抗するんですけど、はい、失敗すると大変なので、ええ、ちょっとすることもあるんですね。だけどそれ取った時にそういうのはついてないし、ね、そこまでひどくはないので、慣れたね、うん、必ず取ったらすることはします。うん、まあでも今まで通りね、あの、うん、取ったら入り口だけでね、はい、あのちょっと、うん、ちょっと待って、ワンドって舐めますよね、女の子でも。舐めないんですよ、うん、お茶くらいか。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 
あれ、昨日ってそういうのって全然飲んでないんだっけ？本当に初めての春ですもん。初めての春です。でもなんか、10月2日にシンパリカって書いてあるけど、ああ、シンパリカ飲んでるんかな、いっぱい。一回飲んだんじゃないですか。うん、で、お検査をしたからもう一個か。今までの他の子のあれになると、だいたい4月、3月か4月には検査してて、もうこの子は検査してるから、うん、いつでも飲ましてもいいけど、いいんですね、うん、で、あとハディたちのは、あれは普通の血液検査と、はい、そのフィアリアの検査の時の血液検査と違うんですか？一緒ですか？じゃあ、というか、あの左を入れるか入れないからですよね、左の抗原検査を。だからこの子は、一番最初の時に、左の抗原検査、1回だけ入れてマイナスでした。はい、もうあとは入れてません。はい、だから今度やる時は、まあ、1.5。あ、次でやる。いいですね。じゃあ他の子は、あれですね、その検査をしてもらってから飲むっていう感じ。そう、その方がいいですよね。その時の検査が、どこまでの検査なのかが、他の検査もやるんですか、一緒に血液検査って。どの辺がセットになってるか分かんないんですよ。人間の血液検査でもいろいろあるじゃないですか。まあ一応ね、うん、あの最低フィレの検査やったから。でもまあ、うん、こんだけの項目、年に1回ぐらい全項目、うん、やっても悪いかなと思いますね。結構、あの、うん、肝臓とか腎臓とか膵臓とか、それから一匹デイジーだけがあれなくて、パディだけがあれですしね、遺伝子持ってますしね、あの動物蓄積症の遺伝子を、じゃあ肝臓にも入れとかなかった、うん、もらってる子なんで、やっぱりあれで一通り1年に1回はやってもらった方がいいなと思って。そうすると成長値って大体わかりますよね、うん、飼い主にもターゲットからもそうやってあるんですけど、はい、で、あとの2匹のダルメシアンは遺伝子入ってないですね。パディだけが遺伝子持っちゃってるんですよね。両方とも親も父親も。まあなっちゃったらなんかずっと一緒に飲むみたいですからね。なんかいっぱいなってなる子がいて、あのダルメシアンの時に投稿してる人がまだ最近2歳の子はなったから。そう、デル君は結構は。うん、なんか若いうちに遺伝性のものだから若いうちに出るとか。3歳と2歳ですから、まだちょっと気が抜けないというか、まあ、2歳の子は、ね、遺伝子を親が持ってなくなる。すごい時がいない。時がありますよね。動いてもね、動いてもシャキシャキなるんで。そうしてないから思う。プードルちゃんとビションはこういう毛質だからね、すぐ縮みになっちゃうんで、ブラッシング大事なんですね。プードルはね、もっと少ないからね、いいんだけど、ビションはね。ご褒美の方にも僕もやってもらってるからか。そう、特には特にですよ。ただこう見た目がね、またくちゃくちゃになってる。どうしてもね、なりやすい。はい、どうぞ。いつもやってもらってるから、ちょっとやるだけで。そうですね、毛玉ができないようにはやってるんですけど、これがもうすぐに戻っちゃうからやらないとこからも、あ、どんだけやっても中で固まっちゃいますね。そうするとハサミ入れなきゃいけなくなるからね。